気に入場待機が串川東急組合東流に後入れ入場メイキラ陸王。この肌ツヤ見るとお互いに仕上がり良好といった形ですが、睨み合いです。さあ対戦開始となりました。守りに定評のあるこの東流に対し、一発のこの速攻、電撃速攻に定評のあるメイキラ陸王の対戦。相手のこの横を取りに行く腹取りに持っていくスピードは沖縄軽量級でもトップクラスのメイキラ陸王に、またこれまでの試合の中でも絶対にこの横を取らさない鉄壁の守りとして知られているのが東流です。勝ってきた、勝利してきた試合のほとんどが懐飛び込んでの腹取り決着、電光石火の腹取りで決めているメイキラ陸王に対し、これまでに懐飛び込ませたことがない、横を取られたことがない東流の対戦。今右角を使いながらコツンというようなちょっとジャブ気味の打撃を突き技を見せていきましたメイキラ陸王。今度は左の掛け技を見せていきます。赤組の東流、徳之島でのデビュー戦天満第4を9分で下した後に沖縄にトレード。沖縄ではこれまで藤田組雪だるまヒョードル、そして3戦目にファイティング大吉には、ここですね、これがあります。この速攻を狙っていきますのがメイキラ陸王。ただここで簡単に取らせないのが東流の守りです。この攻撃の時に横を取りに行く速さはありますが、懐飛び込ませない固い守りが売りとしている東流。東急市は1対1、それ以外は柵際にまで下がっての観戦でお願いします。いいですか、1対1でそれ以外は後ろにいっぱいまで下がってください。体座ってくださいね、お願いします。さあまずは先制攻撃主導権を握っていこうというのがメイキラ陸王。対戦タイムは3分を経過。しかしあの状況でも残せる横を取らせない強さが東流、鉄壁の守りを見せます。ただ今日はこのメイキラ陸王の戸外角から繰り出されるこの突き技、割り技が冴えていますね。これ一発一発効いていますよ。左でかけながら全体重を乗せて、こっからの腹取りを狙っていこうとしますメイキラ陸王。さあここでメイキラが狙っていくが、これまで相手に横を取らせたことのない東流がまだ粘りを見せるが、ここで東流、ここですね、いや横取らせないですね、東流のこの守りです。試合時間は4分。これまで相手に懐に飛び込ませたことのないこの東流があの状況でもまだ耐えました。ただこれ東流からしても初めての経験かもしれませんね、これだけのこの打撃、そして横を取りに行こうというメイキラのこの圧力。
次期軽量級挑戦者決定戦としても言っても過言ではない、闘牛界ナンバー2を決めるという言っても過言ではないでしょう。お互いに、もう 1,2 年前から軽量級のチャレンジャー候補として常に名前の上がっていた2頭です。今この防戦を強いられている東龍ですが、唯一の黒星は現在の軽量級チャンピオンファイティング大吉に敗れた試合が唯一の黒星、2018年の11月でした。あの軽量級チャンピオンファイティング大吉とは2018年の11月秋の全島闘牛大会でなんと47分という試合を戦った経験を持ちます。まあ、その試合では残念ながら敗れはしましたが、闘牛ファンに圧倒的な強さを証明したのが闘牛です。鉄壁のガード、守り、スタミナ誇っているこの闘牛。相手がこのスタミナがあるだけに、まあ、メイキラとしても今攻撃主導権握っていますが、なるべく早い時間帯で勝負を決めていきたいというのがメイキラでしょう。ここでね、左右から揺さぶってメイキラ行くんですが、闘龍が取らせませんね。まだ守ります。しかしここで相手を追い切っていきますのが横を取れるか。はい、勝負あり。軍配が今上がりました。軍配が今白に上がりました。軍配が今白に上がりました。掛け技、突き技、打撃の技で圧倒しましたメイキラー陸王。1年半のブランクがあったんですが、ブランクを感じさせない素晴らしい戦い。試合時間は6分31秒、対戦タイムは6分31秒での決着でした。